Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。先ほどなんとですね、初めての相模川に来ています。今ね、メジャースポットまで歩いて移動しています。今日は水さんで来てます。神奈川のスーパーアングラーといったら、イニエスタことジーガルの水さんです。今日はですね、この寒い中、クリスマスも終わって年末年始へと向かう中ね、この寒い中、一匹を求めてね、釣りをしています。ここのね、相模川はね、いろんなね、魚が釣れる場所でも有名で、まあブラックバスをはじめシーバスもね、まあ、タイダルリバーっていうところで海とつながってる川としてね、有名で、シーバスもね、ワンチャン可能性があるというそんな川でございます。ということでね、今日はもういろんな釣りをね、いろんなルアーをぶん投げて、とにかくまあ運動するつもりでね、まあ多分釣れねえと思いますけど、こんな時期ですからまあ難しい釣りですけど、釣りを楽しむ、そして健康にね、来年を迎えるということで、我々は釣り YouTuber として釣りを続けていきたいと思います。何が釣れるか分かりません。釣れた時はもう大歓声、巨大なシーバスを釣れるということを想定して琵琶湖仕様の網を持ってきてます。ということでね、元気よく行ってみましょう。レッツゴー。さあ、一級場に着きましたね。もうここ見れば分かるようにね、鯉の後ろにボラの子が、ボラっ子というかでかいボラもいるね。でかい。ああ、こんなに元気に鯉動いてんだ。いや、バスもいそうじゃないですか。もうここは入ってます。バッチリいそうじゃない。めっちゃ鯉いますね。鯉の中にバスのでかい魚影が見えたらゾクッとしますけどね。さあ、まずファーストチョイスはナイチューンジョイクロ。こいつで釣ったらね、真のプレゼントを渡そうというミッションがありますんで、まあ、投げられるところでは投げていこうと思います。さらに言うと、引っかかったらやばいんでヒゲつけました。行きましょう、ファーストキャスト。ジョイクロ1投目。スローリトリーブ。深いっすね、ここね。スローリトリーブ。お、ボラが跳ねた。ちょっとボラをちょっとボラに見立てて表層付近をツイッチ。何もないっす1投目、ワンキャスチャンス、何もなし。じゃあちょっとですね、ここのね、奥の方結構魚が入ってて怪しいんで、ナイチューンジョイクロ、もしくはアイスライドってもあるけど、水さんだったらどっちがいいですか。ジョイクロで。ジョイクロ、はい。なくしたくないんだよね。そうですね。かといってアイスライドもなくしたくない、はい、投げんなよって話。まあまあ、じゃあとりあえず行ってみましょうか。はい、ちょっと下下ってみます。下れそうなんで。結構なサバイバルです。そうだね、ちょっとサバイバルしてください。あと、うわっ、はい、でもなんかいますよ、ほらほらほら。今奥で、奥で捕食音が。マジか。いけ。あ、キャストできそう。いきます。はい。うお、ナイスキャスト。あ、ちょうどいいよ、ちょうどいいよ。魚直撃してるかも。多分逃げてくるんだったらここで見えちゃいますもんね、多分ね。そうですね。もうちょっと投げたいな。どうすか、バックハンド。ナイスキャストです。俺バックハンド得意じゃないですよ、実は。めちゃうまですよ。ただね、何も気配がないんですけど、あんだけわちゃわちゃってたんですけど。さあ、次はちょっとメーカー忘れましたが、こんな感じのバイブレーション。 TG30g って書いてありますけど、なんでしょうかね。行ってみたいと思います。バイブレーション、何もねえぜ。なんか当たりに当たるとすぐ釣れるんだろうな、きっとな。でもなんかそう思っちゃうよ。当たりに当たったらすぐなんでしょうかね。だよね、きっとね、一発だろうね。でもやっぱ時間だな。
巻きっぱじゃないですか、まさに。なんか当たらなくなりました。おおおお、かかっちゃった。食った。うわー、すげえすげえ。なんだこいつ。足元で食ってきたよ、ほら。はい、ボラか、これボラだ。口食ってる、ちゃんと、ほら。わー、くー、ボラ。入ったよ。引いて。ボラが食ってきたよ、今。でっけー、でっか、でっか。これは立派なボラっすね、本当に。ほら、やば。こりゃでかいわ。でっか。うん、でっかい。これ、50あんじゃない、余裕で。うわ、粘ってる。しっかり食ってきてたね。はい。しっかりかかったね。もう口でガッツリ言ってましたね。リアクションバイトってやつっすわ。自分ちょうどね、海釣りのルアーは山を潰してるんでよかった、ちゃんと取れて。冒頭東京湾シーバスで使ったルアーなんで、山を潰してねやってたんで、サクッと外れてよかった。返しましょう。はい。さあ、夜になりました。場所を移動してきまして、ここはどこですか？ここは相模川の河口です。相模、むしろ海。海です。海で何を狙うんでしょうか？ここはシーバスとヒラメ男を狙います。おお、ということでですね、夜の堤防釣り、私動画にするの初めてでございます。ということで、巻きっぱあまり映ってませんが、行ってみたいと思います。ナイト堤防フィッシングスタート。遠くへできている限り投げた方がいいんだよね、きっとね。そうですね。さあ、巻きっぱ 40g、 いきますよ。どこへ飛んでったか分かりません。飛んでる？飛んでます。あれ、飛んでる方？ボトム。深いね、やっぱりね、海だからね。自分は上を狙いたい。じゃあ私はボトムのワインディングで。じゃあ俺ボトムで。はい、気持ち。はい、ボトム、ちょっとリフターのホール。あ、ついてる、分かる。ボトムの感覚分かりますよ。え、食ったんだけど。食った。待って、ガチ食ったんだけど。1投目。やばい。だから、うちのカメラ。1投目。なんか来た。だから、うちのカメラ。ネットください、ネット。あと、ネットお願いします。なんか来た。お、マゴチだ。マゴチだ。マゴチだ。うわあ、マゴチだよ。マゴチ来た。すげえ。マゴチ来たんだけど、一投目で。やばくね。やば。マゴチ来たよ。見て、巻きっぱ。巻きっぱに変えよう。巻きっぱ。しかもリフターのホール。リフターのホールでマゴチ。やば。初めてで、一投目で。初フィールドで。やべえ。やった。やったぜー。うわー、もういい方、すげえ。うわ、見てでかい。やったいいね。やったー、ありがとう。ほら、おー、マゴチ来たよー。やったー。はい、マゴチ。うわー、すげー。やったー、ナイスフィッシュ。はい、薄焼き、縦焼き、牛タンです。薄いっすね。でも、でかくね。行きます。行っちゃっていいっすか、これ。行っちゃっていいですか。ということでね、釣れたんでね、皆さんお疲れ様でした。今から飯を食って帰りたいと思います。以上、スペモンとジーガルの流れと水でした。